クッパがスイカ役のスイカゲームということで、最近入りのスイカゲームがマリオメーカーでできるというのがちょっと話題になっておりまして、あ、進化の過程見てくればよかった、端っこまで見させてほしい。どうやルールだこれは。わかんない、なんかするのか、何もまだしなくていいんだよな。何が起こってるこれ、何が起こってるか全然わかんない。もう目がチカチカ、待って、何え、どういうゲームこれ、どういうゲーム。あ、とりあえず、溜めない方がいいんじゃないか。溜まるのか、こいつら。溜まらないぞ。溜まらなくていいのか、これは。どういうゲーム、本当に。とりあえず、あ、耐久じゃない、避け続けろ、みたいな感じなのかな。進化とかはしないのかな、特に。もっかいファイヤー来てほしい気持ちでいっぱいなんだっけ、ドンゴンゴン。結構むずいね、これ。思ってるよりも。おぉ、なに、あの、弾は残るんだ、弾、あー、これ逃げろと。スイカゲームではないね、これ別に。スイカゲームではないね。面白いけどね。コースとしてはすごい面白いけど、スイカゲームではないね。一回強化してもらえると。スイカゲームではないにも程があるね。何ゲームだろう。何ゲームでもないね。これはマリオメーカーだね。どっちか言うと、アンダーテールじゃない、やべ、ちょっと難しい。あ、ブレイフよ。ちょっと難しくなってきたね。クッパがスイカ焼くのとかどのこの言ってたよね。クッパがスイカ焼くのってどういうこと？あのクッパがなんか、ね、ちょっとむずいな、スターが欲しかった。おい、クッパが。あ、なに、足場が出てきたよ。あれなんか連れてってくれるみたいな感じじゃないか？あれが連れてってくれるんじゃない？そういう感じではなさそうだね。え、ただのアンダーテールじゃない？もう、あ、待って、これ入れってことだな。多分。危ねえ。永遠に耐久するとこだった。危ねえ。でも、スイカゲームではない。はい、続きましてこちらのコースやっていくんですが、大人気、大バズり、どう着想人気ゲーム、8番出口の再現コースということで、異変を見つけたら帰る。ルールは一緒なのかな？すごいな。8番出口再現、異変を見つけろ。え？いや、これさ、マジで、おぉ、でもちょっと8番出口っぽい雰囲気出てるかな。はぁ。ああ、ここ覚えろと。なるほどね。亀ぷくぷく Z、亀ぷくぷく Z、キノコトゲ、6の中梅、なんか、むずやつ、チョロプ4匹。オーケー、覚えて。で、こっからね。ぷくぷく亀 Z、キノコトゲ、6中梅。このなんか、モンスターマーク、チョロプ。一緒じゃないか、これ。これ、前進んでいい気がする。え、嘘！すげえ。いや、待って、そんな異変あったか？ぷくぷく、のこのこ、Z。なんか動きが変わってるとかある？もしかして、さっきさ、これ亀とあれ揃ってなかったっけ？チョロプが異常に興奮してるとか、さっきのチョロプはそんなに興奮してなかったけど、こっちのチョロプは異常に興奮してるみたいな。あ、これどうやって帰るんだ？ここに帰ればいいのか？あ、そうだ、チョロプ4匹。さっきデカチョロプだったね。あ、全然違えじゃん。あー、なるほどね。あ、で、あ、2番。おー、すげえ。そのカウントアップまで表現されてる。ぷくぷく、亀 Z、キノコトゲ、6の中梅のやつ、モンスターチョロプ4匹。これはいいんじゃないか？これは正解な気がするぞ。これは正解だ。オッケー。ぷくぷく、亀 Z、ノコノコ、トゲ、6中梅、モンスターチョロプ4匹。お、これも正解じゃないか？この正解だ。オッケー。4番がちょっとギリギリ4じゃないみたいな感じになってるけどね。ギリギリ。これ異変ってことか。あの、おっさんじゃない、おっさん。おっさんではないけどね、そういう異変もあるんだ。面白い。怖。双子あれ、もしかして。え？双子の再現までできてるの？すごすぎる、それは。オッケー。なるほど。面白い。で、5番と、ぷくぷく、あ、動きが揃ってる。これ揃ってなかったよね。え？あれって異変なのか？このさ、キノコとさ、トゲの、何、動きが揃ってるのって異変になる。いや、異変だろ。8番出口だったら異変だもんな。これは戻ろう。今で6番に進んできました。で、亀、ぷくぷく Z、キノコ、トゲ、6、中梅、モンスター、チョロポ4匹。
ちなみにここでちょっと一回戻ってみてもいい？間違えて戻ったらまたゼロからになるのかな？そんなゼロからに戻すシステムとかある？ちょっと一回戻ってみるわ。あー、殺されるんでした。よしよし、さっきの6番まで戻ってきたぜ。殺されて、最初からなるっていう感じなんだね。なるほど、それも再現できて、すごいな。めちゃくちゃクオリティ高いな、このコース。カメプクプク Z、キノコ峠6、中梅モンスター、チョロプー4匹。ちょろ、なんか、やけに興奮してない。こんな興奮してたっけ？まあ、いいか。このぐらいか。嘘！はいはい、戻ってきました。なんか異常があったのか？カメプクプク Z、キノコ、トゲ、6の中梅、モンスター、チョロプー。え？あ、このモンスターのさ、あの点々、あれ違う気がする、確かに。うわ、気づかねえわ、それは。それは気づかねえ。なるほどね。若干ちげんだ。いや、難しい。さ、で、ラスト。これは、あ、もう出口来ましたと。いや、すげえ、再現度高っけ。いや、なんかミスった悔しさより再現度が高えっていう嬉しさが勝った。いいコース。はいはい、続きまして、こちらのコースやっていきたいと思いますが、こちらのコース、アンダーテールの、誰だっけ。アンダイン。今、ど忘れちゃった。完全ど忘れちゃったけど。アンダイン戦の再現コースでございます。早速やってみましょう。これ楽しみだな。バトル、アゲイスト、トゥルーヒーロー。まあまあでも、アンダインなんか本当の勇者みたいな感じがあるんだね。なるほど。これ、立ててどうやって出すんだっけ？立ててどう？あ、こうね。あ、下押せばいいのか。オッケー。で、あ、これを跳ね返していくと。これ、そのまま、やべえ、終わった。なるほど、本当にアンダイン製の再現だ。アンダインも、なんかその、盾で、なんか飛んでくるものをガードするみたいな、基本そういうバトルになるから、大丈夫かこれ、大丈夫か、あぶね。こっち。こんままでいいのか、え、食らったよ。あ、なるほど。あ、待って。はいはいはい、リベンジ。さっきがしょうもない死に方してもらった。いや、めっちゃあんだい。こっち？いや、むずい！待て、決意を力に変えろ。絶対にアンダインをぶっ倒してやる。こっち。で、こっち。これ一回でも失ったら終わりだな。かなり難しいぞ、これ。こっち、右、左、ギョン、ザンザン、ビョン、オッケー。これ押されていった方がいいのか？押され、あ？ファイヤー使うのか？ファイヤー使うのとかあったか？待て。しゃがんで OK の。あ、これかわしていけ、あー、なるほど。かわすコーナーか。あいつら飛んでくるのか、やばい。これ炎ないとやばいか？ファイヤーないとやばいのか？あいつ投げてくんの？クッパ。クッパジュニア、いつからハンマー投げてきた？あーぶね。ファイヤー R。耐久か。オッケー、任せろ。耐久は割と得意な方ではある。まあこれそんな難しい耐久じゃないから、あ、先にあれファイヤー取っちゃったのをちょっとミスったかもな。ギリギリ取った方がいいんだ。別にファイヤー使う場面はねえから、危ねえ、オッケー。多いな、敵が。普通にいろんな方向が飛んでくる。やっべ、危ねえ。アンダインこんな攻撃あったっけ？ここの場面覚えてねえな。さっきの盾はめちゃくちゃシーン覚えてんだけど、なあ！まず、ね、まだファイヤーがある、ファイヤーフラビーが残ってる。やばいぞ。フラビー使って。やばい。オッケー。多分次のアイテムがもらえると思うんだよ。これでいいのか？ハートがあったな。今見ればよかったな。ちょっとだけでも。リンクが。あれ？ハード。あ、こっからがアンダインの本気ってことか。おい、BGM がないのちょっとドキドキするな。なるほど。うわ、本当のアンダーテールじゃん、これマジで。雲で避けるの、やっべ！うわ、むずい！え、ファイヤーもらえたんだけど。さっきファイヤーもらえなかったよね。あれ、なんかファイヤーもらえた。じゃあ簡単だぞ。
え、簡単ではないんだが、いや、これ一番上にいるべきだ。いやー、食らった。一番上で回って、いやー、ミスった。入っちゃいけんのが入っちゃった。ちゃんと見てから動け、見てから見てから。真ん中でいい。雲がなくなるね。それはずるいじゃん。アンダイン、勝負と行こうじゃないか。左、避けて。で、次右に避けちゃいけなかった感じが、真ん中でいいな。一回真ん中でよくて、こっちこっちこっち、オッケー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 。パターンは覚えた。完全に覚えたわけじゃないが。で、これ、雲落ちると、オッケーオッケーオッケー、避けれてる。雲がいっぱいある。なんだこれは。はー、なんだそれはむずいぞ。でも遅い。非常に遅い。いい、簡単。めちゃくちゃ簡、あ、雲がなくなった。なんだこいつ。ああ、そりゃ、あった、こういうの。槍が、こうやって襲ってくる。あった、あった、やばいやばいやばい。ちょ、ファイヤーファイヤーファイヤー。まずね。え、待って、雲も当たり判定になってんだけど。まずまずまず。いや、むずいこれ。むずいぞ。こんな無理だ。引き寄せて。いや、無理だ、無理だ、無理だ。は？待って、鍵、鍵、行かせろ、行かせろ、行かせろ。やばいやばい。ああ、お、危ねえ。危ねえ。移動してゴールと。いや、アンダイン戦めちゃくちゃ再現されてる。素晴らしいこのコース。こんな素晴らしいコースがあるかね。はいはい。それでは最後こちらのコースやっていきたいと思います。サムネ見て、めちゃくちゃ面白そう。あの有名なコース作ってみました。全然知らないですけどね。有名かどうかなんで全然知らないんですけど。お！あれ？そうですよね。え？はぁ、なるほど。なるほど。はいはいはい、入りまして。え？これ、これ。あれ？いや、結局これよ。枠といえばこれよ。正規ルートなんて関係ねえ。自分のやり方を貫き通す。いいね。はいはいはい。それでは神々だけど、ラストこちらのコースやっていきたいと思います。なんかマリオメーカーの使用クイズみたいな感じなのかな。ちょっと面白そうだよね。どっちが突破できる？ Which one can I go? 9、15。15も多いな。なんだ？あー、パウでどっちがいける？こっちでしょ。はいはい、あー、なるほどね。オッケーオッケー、わかったわかったわかった。そう難しくはないんじゃないか？あ、これファイヤーだね。スター、一見スターに見せかけて、スターは何でもいけるよみたいな見せかけて、これファイヤー。このぐらいの知識はまだ全然俺でもあるやつだ。なんだなんだ？あー、これは爆弾じゃなくてこっちなんだよね。帰ってこないよね。危ない危ない。いや、簡単だな、結構。まだ難しくない。これだんだん難しくなっていくのかなぁ。え？雲って壊せんの？もしかして。知らね、え？雲って壊せるか知らないんだけど。間違いでした！これ何？ボム、え？ボム2個壊せんの？あ、大きいボムって2個壊せるんだ。この辺知らなかったな。これは左じゃないか、さすがに。いけるよね、さすがに。右はさすがに無理だもんね。あのトゲトゲを超えれる気はしなかったもん、俺も。これはワンちゃんは乗れないから。はい、これは知ってる。これは簡単、簡単、簡単、簡単。中間ね。あ、オッケーオッケー。中間地味にありがたかった。もうやったやつはわかるからね。ぴゃう？う？つらら、落ちないもんね。パウじゃないか？はいはいはい、オッケー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 。なんだかんだ結構勝率いいぞ。次の問題はなんだこれは。あ、これは左でしょ。え？あ、落ちてきちゃダメなんだ。あ、この問題、シンプルに頭が悪かった。落ちてきちゃダメってこと考察してなかった。落ちてきた方がいいと思ってたからさ。これはなんだ？あー、これこっち無理やり押し込んでもらえる的な。違うんだ。これ、右なんだね。右いけるのこれ。え？どうやっていくのこれ？あー、そいつが押し込んでくれる。なるほどね。
ジャキーンでいけるのはこっちだよね。はいはい。ちょっと難しくなってきたな。なかなかちょっと俺の知らないところが、これはなんだ？なんか違うか？え？なるほど、これは左だ。左を抜けてくれる。なるほど、なるほど。これちょっとわかんなかったわ、一瞬。ああ、いいね。ありがたい。中間ありがたい。あと5問ぐらいか？こいつ、P スイッチで殺せるね。後ろになんかあるね。はいはいはい。いや、結構いい問題だね。なかなか難しい。そう一筋縄ではいかん問題になってきたね。さっきのスタートってもおかしくないもんね。これはなんだろうなぁ。なんか、右っぽいけど右多分無理だから、左なんじゃねえかな。もう答え教えてくれなくなっちゃった。わぁ、オッケー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 。右やっぱ無理なんだね。こいつはなんだ？P 乗っても落ちてこない方だね、これは。はいはいはい。いい問題。なかなか面白いクイズだね。そう、なんかめっちゃ単純なやつじゃないんだよね。左無理だよね、これ。左行けなくない？これ右でしょ。これ左なんか。これいけるんだ。右かと思うじゃん。バネでちょっと沈んで触れるんかなって思うじゃん。いやでも非常にいい構成じゃない。なんか知らない仕様も結構あって面白かったです。非常に素晴らしい構成でした。続きましてね、簡単のナンバーワンコース。漢字が読めんのこのこの一生。あれ、なんて読む漢字力が飛ばしすぎて読めない、なんとかる、のこのこの一種。蘇るとかなのかな？あ、蘇るって言う。おい、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 おい。あー、なるほど。これ見とけってことか？もう黙って見とけみたいな。切り替えて、はいはい、あー、これで合ってるっぽいね。多分これで合ってるっぽいが、ドヨーンって言って。バルツンゴンギャンゴン、ゼンゴゲゴバンブンズ。これもう何もしなくていいんだよね、きっと。あそこで、おーい、すごいなー。え？はい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 。あー、一個一個ね。一個一個連打で、これどけて、そしたらあいつが進んでって、あー、面白い面白い。あいつが、でもどうなんだ？あの漢字が読めてねえのがデカすぎる。何が起こるかわかんねえ。あの漢字が読めてねえせいで。あ、これを通して、はいはいはい。これでノコノコが進めると。とりあえずノコノコを進めていくゲームみたいなことっぽいよね。進めてって、こっちを進めてって。お、あの段差ノコノコ超えれるんだ。飛んで、どうなる？ファイヤーを取る。どうなんだ、ファイヤー取ったら。ちゃんと音もするのすごいよね。赤くなった。決してファイヤーが出るわけではないが、これを運ぶと。見せた。はいはいはい。どうなる？こっからまだ進化すんのか？進化って言っちゃってるけど。え、死ぬんじゃない？え、死んだ！ダメこれ。おうおうおう、なんか。まだ続くのか？この子死んじゃったけど。あ、お墓ってこと。え？何？何？今の動き何？ははは！なるほどね。なるほど、なるほど。ノコノコがこう、復活したと。ゾンビみたいな。骸骨、え？あそこ突破できるのか？どうにか。あ、できると。こっからまだ、え？まだ進化ある！まだ進化あんの！ノコノコが？でも、もうノコノコが主人公みたいな。え？はいはいはい。これ進めていけば。まだ進化するっぽいよね。こいつの大きいのとかになるのかな？画面がずっともやがかってる。怖い感じになってる。ホラーゲーみたいになってる。命、おー！復活、あー！なるほど、緑キノコで命を得てと。面白い面白い。すごいね、このコース。え、ノコノコが？お前がゴールするのか？おー、なるほど。もう、ノコノコが主人公みたいな。あ、蘇るで合ってたんだろうね、きっと。調べろよって話だけどね。いや、いいコース。神コース。はいはいはい。ということで、最後、こちらのコースやっていきたいと思います。神々のアイスショー。運を天に任せましょうということで。運ゲーコースなのかな？そういう雰囲気あるよね。グッドラックって書いてたし。
神々の愛称、運を天野は一回もダメージを受けないでゴール。そのパターンね。はいはいはい。なんだ？話してていいのか？歩かないといけない？生きるわけない。ダッシュからの、でもあんまり運ゲーに感じないんだよな。これしゃがむ。届くか届くか届くか？え？なるほど！バネに飛ばされないように止まれってこと？もう一回行けばいいってことか、要は。このぐらい。いや、むじいぞ、このコース。だけど、完全運じゃない。どこでしゃがむかで大事。3個前。1個ずつやっていけば、確実にいつかゴールできるはずなんだ。3個前でしゃがむ。はい、3個前。3個前だと、3個前だと出る。じゃあ4個前でしゃがめばいいんだ。4個前ね、4個前、4個前。4個前。これいけたんじゃない？いけたんじゃない？当たるのか！マジかよ！だけど完全に場所は掴んだ。4個前だ、4個前。4個前ね、4個前、4個前。はい。来たんじゃない？これ来たんじゃない？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 ちょっと巻いて！うんめー！頼む、頼む、頼む。4個前来たんじゃないこれ。うわー、立ちまったー。くそ。4個前ね、4個前、4個前。キキキキキキキ、ポパイみたいな、ポパイみたいな止まり方。4個前どうだ？うわー、立ちまったー。くそ。ポパイブレーキ、ポパイブレーキからの、4個前これいいんじゃない？これいいんじゃない？これいいんじゃない？そう。終わりけり。そろそろ決めたいぜ。4個前。1、2、3、4。瞬間動体視力。うわぁ、当たっちまう。当たっちまうな。待て待て待て。ポパイブレーキ。レッツゴー。4個前。来たんじゃない？来たんじゃない？来たんじゃない？うわぁ、来た！逆に？今、前の時に当たらんかった？いや、マジかよ！かなりシビアだぞ、これ！いや、マジか！4個前！来た、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 来た！あー、短いか、短いか、短い気がするねー。終わりー。めっちゃいいとこ来た、めっちゃいいとこ来た。これ当たったらもうおかしいよね。どうも、これ当たんなくない？これ当たったらマジでもう大パンものだわ。くっそー！わかった。逆に助走で調整しよう。ここ。じゃあ、ここから、ダッシュで、ゼロ距離でしゃがむ。これ良くない？これいいんじゃない？ドンピシャ真ん中じゃない？これ。これ食らったらもう意味わかんない。意味わかんないな！また来た。ドンピシャ。これもどうせ食らうんだろうな。どう、もうだからさっきのも食らうんだ、これも食らうよね。なんで？まあ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 、いいとこ来ましたけど、僕は期待しません。どうせ、どうせね。どうせ、なんか、あれだし、期待しただけなんかバカ見るみたいなとこあるから。ほらね。見て、見て。あはははは、危ない、危ない、危ない。みんな見て、見て。これが攻略法なんじゃないかって思います。はい。私、これが攻略法だと思いますんで。ちょっとずつんで。はいはいはい。やったぜ！これなんよ、結局。運じゃねえ、実力だ。へえ！ Let's test your reflexes. はいはい。まあ、だけど、一個わかることは、何かをテストするんだよね。フォーカス。フォーカス。何？何？何？おー、いけてるいけてる。謎解きなのか、これ。謎解きなのか、危ねえ危ねえ。あ、瞬時に判断しろと。あ、瞬発力って感じかな？いけてる。いや、瞬発力自信がある。判断を早くしろと。サコンジも言ってるもんね。判断が遅いって。
ああ、これは早い顔だった。まあ、炭治郎はね、言われちゃうけど判断が遅いって。俺判断が早いって言われるから、むしろ。判断が早すぎて。なにー？ああ、中間あってよかった。中間あってよかった。しかしもう私は判断、中間あってよかった。まあまあまあ、私判断しましたんで、もう、違う！なんか、ここから急に無人だけど、こう言って、あいつに負ける前に、なんだ。なに？なに？ああ、いけた。なんでいけてるのか、ああ、急げと。あ、いやいやいや、間に合うか。おっけ、危ね。判断が大事だな。なんだ？ここ。はいはいはい、危ない。対応してんな。俺、判断力、中間ありがたい。ちょっと待ってよ。ちょっと、落ち着かせて。俺もう次一回も死なずに行くわ。待って、もう一回も死なずに行く。すぐじゃんで入る。判断の鬼って言われてるか。なに間に合わん。くっそ。ああ。で、このコースなかなかおもろいぞ。この判断ゲームみたいな。速攻で、ガン。間に合うよね、ギリギリ間に合う。すぐ判断しろ。何ギミックを瞬時に理解しろ。いや、思うんすよ。あんなん誰が対応できるんじゃと。あんなん誰が対応できるんじゃ。すぐ飛んで、入る。次なんだろう。一回中間でもいい。中間じゃない。うわ、危ねえ！いや、おもろいな、このステージ。めっちゃ楽しかった。ただ僕にはちょっと簡単すぎたかな。アンチコム書くなよ。今回遊んでいくのはこちらのコースでございます。一度配信で教えてもらった神コースなんですけど、あの超神ゲー、アンダーテールの、まあ、再現コースというか、まあ、そういう系のコースでございます。いや、これがめちゃくちゃ神コースなんで配信でやったんですけど、改めて動画化していきたいと思います。ということでやっていきましょう！ Hope and Dream、 夢と希望。このコースがやばいんだよ、本当に。ま、本当に、もうよくできてる神コース、マジで。聞いててよ。この BGM よ、まず、え？よしよし、気を取り直してやっていこうか。決して、ああやって死ぬとかいうコースではないと思うんですよ。このコース別に。今のはただマジ事故なんで、ああいうコースではないです。全然。いや、BGM、とりあえずこの BGM 鳴るだけテンション上がるよね。誰戦なんだろう。これアズリエル戦なのかな。ちょっと誰戦かとかはちょっと覚えてないんですけど。で、ここがもう、アンダーテールの再現なんだよ。わかる？あの四角の再現。で、ちょっとむずいんだよね。ちょっとむずいんだよ。四角の再現で、こうやって避ける感じ。アンダーテールでもあるもんね。なんか、あの、青色だと、なんかその実際にマリオみたいな動きになるみたいな。もう、完全に再現だよね、あれでいくと。いきなりちっちゃくなってしまったけど大丈夫か。で、このコース結構難しいんだよ。なんか一回配信やった時も結構苦労して。クリア率も 3% ぐらいだから、結構難しくて。配信の時もね、結構時間かかってやったんだけど。いや、でも、ここはまだ簡単。ここはまだ簡単。この後なんだよ、マジで。中間取っての。このキノコを与えてくれる理由があんまりわかんないんだけど。こっからが本番みたいなとこある。こっからがマジ難しい。マジ難しいゾーンなんだよな。もう、この画角マジでアンダーテールだよね。これ画角やばくない？アンダーテール感。アンダーテールでしかない。危ねえ。あ、これ当たんないんだよ。これで、貯めとけば高くジャンプできるのか。高くジャンプ、する必要はないね。これ、ここで逃げ切れるんじゃないか。やば、びっくりした。簡単だな。ここ簡単だ。ここまだ簡単ゾーンだね。で、切り替わりの、この辺からだんだんちょっと難しくなってくるんだよね。これ、まあ、言うても一回やってますんで、さすがに、攻略法は分かってるみたいなとこ。あ、いや、ちょ、どこ。やばい。いや、今のは仕方ない。一回もある。これ逃げ切って。できるだけこの辺から動かずに、あまり動き回ると、あいつの、やばいぞ。避けれた。奇跡。オッケー、突破した。あそこのダメで突破したのでかいね。あ、ダメージ食らった。ダメージ食らったけど。いや、でもこれ、いやもう、この BGM は正直覚えてない。アンダーテールは。アンダーテールはさ、やってないんだけど、
ずっと実況を見てて、マジでなんかその思い深いところがあるんだよ。マジで神ゲーだなっていうイメージがあって、どうするんだったっけこれ。あ、そうそう、出てきた方と逆の方に行くんだよね。あ、出てきた方に行くのか。はいはいはい、出てきた方こっち。オッケーオッケーオッケー。いきなりちょいちょい、じゃあ逆逆。よっしゃ、ようやく帰ってきたぜ。出てきた方に行く、出てきた方に行く。で、このゲームちょっと難しいんだよ本当に。アンダーテールの再現、ただの再現と思いきや普通に難しいみたいな。出てきた方に行く、出てきた方に行く、出てきた方に行く、出てきた方に行く。オッケーオッケー、いい感じじゃない、いい感じじゃない、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いけてる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 。オッケー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 。うまい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 。まさかこんなうまくいくとは。2回目だとまたガー、最悪。待て、粘れるか粘れるか粘れるか。あ、あともうちょっとだと思う、もうちょっとだと思う。ミスるなミスるなミスる。オッケーオッケーオッケー。どっちに入ってもいいのか、これどっちに入ってもいいのか、どっちに入ってもいいのか。良さそうだね。いや、全然今落ち着けて消えてね、アンダーテールを味わえてね、せっかくアンダーテールの再現コースを味わおうみたいな。で、あ、こう、登ったりもして、ね、耐久するっていう。いいよね、この感じ。B も余計の、B も余計の、B も余計の。なんかね、こういうのもね、アンダーテールにありそうだもん。普通に。あったか知らないよ。あったかもう覚えてないけど、ありそうじゃない？こういうの、こうやって、こういう避けていくみたいな。もう、もうなんか、すげえ、薄い知識で話してるから、アンダーテールガチ勢にめちゃくちゃ怒られそうな感じするんだけど、でもね、アンダーテールにかける思い入れは、多いよ。あーやべやべ、今声が出んかった声が出んかった今、か弱い声が、あーとか言ってて、あーってなっちゃった。ひどい、ひどいリアクションだ。クリアと、で、ハート、このね、魂の形なんだよね、これ。いや、でも BGM とかテンション上がるし、マジで神コースだと思います。早速、こちらのコースやっていきましょう。スカイダイビング。すっげー楽しそう！マリオズスカイダイビングデイ。これ、くるんなんだよね、おそらく。あの、落下だよね、落下でしながら多分、くるんでスピード減速させるとか、そういう感じの、やつだよね。の使い、あ、終わったくせ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 。あー、こういう感じか。は、は、は、なるほど。はい、はーい。なるほどね。でも、そう難しくないんじゃないかなって気がするけど。これ、あ、もうこれ。うわー、ねねねねね、調子乗った、調子乗った。あ、簡単、簡単、簡単。簡単だな、結構。やべやべやべ。ああ、はいはい。こっちね。あ、危ない危ない。調子に乗るな、調子に乗るな、調子に乗った瞬間を。最悪調子に乗ってもゴリ押せばいける気がする、この感じ。危ない危ない。はいはいはい。簡単簡単簡単。何個あるんだろう。あんまこう、スカイからダイビング感はないな。これ、一回上に上がるのってどうにかなんないのかな。一回絶対に上がらないといけないシステムなのかな。でも簡単だ。あ、スカイ感がちょっと出てきた。スカイ感出てきたね。なんだ、スカイ感って。オーケーオーケーオーケー。まあ、だけど、特に、回ることもない気がするけど。ピンポピンポン、ピンポピンポン。ピンポピンポンってなんだろう、そんな別に間違いとかそういう感じのコースには見えない。せんま！うわ、よく通れた！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 ラスト？え？なに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 ？ここ行けと。ちょ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 、バカバカバカ、おおお、いけるか、いや、間に合う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 。まはははは、こういうことなんですよ、結局。はははは、クリアはクリアだから、別に早かったら偉いから、早かったらじゃない、クリアできたら偉いから。いいね。早速こちらのコースやっていきましょう。なんかマガマガしいサムネイルが気になってちょっと惹かれちゃいました。ドリルドリフト。何と何を、何と何を組み合わせた何を。え？はあ、なるほど。ゼットね。おおおお。なるほどなるほどなるほどね。コースの概要はよく理解した。これは？おー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 、間に合う。ドリル砂で、ちょうどいいタイミングで、いけてるはずいけてるはずいけてるはず。いけてるいけてる。危ない危ない。
対応しろ、対応しろ、対応していけ。ぐぐ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 。半端ない判断力を要することが分かった。いや、いけてるいけてるいける。いけてるか？いけてるか？は、はい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 、いけてる、いけてる。これ、いいのか、いいのか。中間ありがて、中間ありがて。わー、すげえ、ぐだぐだ。めちゃくちゃ、慌ただしいが。いい、こい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 、絶対こっち、絶対こっち、絶対こっち。はい、はい、はい。絶対こっち、絶対こっち。危ない、危ない。わー、騒がしい、騒がしい。あー、間に合う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 、危ない、危ない。全然、全然間に合う。えぇー！あー、床あるんだ、床あるんだ、床あるんだ。ずっと騒がしい。そこで、ドリフト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 じゃねえ、ドリルだ。ドリルすな。何が？V！ 土管を探せ。よくわかんないけど、もう謎解きなのかな、コース名的に。土管を探すんだよね。どっかに土管があるってことだよね。こことかある。重なって見えないとかそういう感じなのか？え？あーあった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 、なるほど、面白いコースだな。でもよく見りゃわからんくもないぞ。こういうところに隠れたりするんだよな、どうせ。危ない危ない危ない。シンプルに操作がちょっと、え、これでもこれ簡単じゃね。上がって瞬間に打って、でも入るの簡単、え、入れないな。入れないな。なんだ？片方によ、ん？入れないぞ。あそこじゃないのか？あれ、中に入ったら死んじゃうよね、多分。え？これ、え、なんか違うか？操作むずいな、なんかこの、おい！めちゃめちゃむずいぞ、操作。入った、入った、入った！はい。え、待って。何？めちゃむずいんだけど。え、土管を探せで、あんなあからさまに土管があるわけないんだよ。実はこう、壁とかに、ついてたりしねえか。いや、あれだよな、絶対。どっかなんか上にあったりしないか、実は。うわ、入れた！なんだ、なんで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 。全然あれがわからんかったけど。おもめっちゃなんか土管どっかにありそうだけど、土管どっかにつってね。ここにあるね。あるね。あるで、まだ入んない。一回全部見てから。まあまあ全然あるね。ああ。滑ったけどね。ちょっと滑ったけどね。氷のせいじゃないの、滑ったけど。危ない。これ止まるよね。止まるよね。お、危ねえ！ほんで？私あかんで。どっかに土管が。あ、いやいや、ずっとなんかしょうもないこと言ってるみたいになってる。間に入って、危ねえ、ギリ！とりあえずあの間に行こうか。そこ行っちゃいけないなぁ。ってなって、冷静に見ろ。どこでも一回しゃがめ。それが土管を探す極意だ、きっと。やん！ここないか。ここない。この下、ないのか、実は。ないね、ないね、ない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 。別にないね。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ！一回待ちの、飛び出しの、このリーの、ないぞ、え、どこにある？え？どこ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 ？全然わかんないんだけど。え、これ完全に隠れきってるか、もしかして。ここなんだよ。あった、ここか！うーわ、マジで見えなかった。うーわ、なるほどね。これはなんだ？これ、この辺とかあんのか？またこれ隠れきってれば。いや、これここあるな、なんか。なんかあるな、ここ。え、しゃがまないんだけど、そこまで。これどうすんだ、どうすんだ。え、なんか方法があるか、これ。あそこにあるんだよ。確実にあそこにあるのはわかるんだけどさ。なんだ、なんだ、なんだ。こいつらの動きを止める方法みたいな。動きを止めても意味ないんだもんな。え、どうすんだろ、これ。え、あー、横から入れるんだ。横から入れるんだ。完全にもう上から、ん？だと思い込んでたけど、これなんだ？なんでも、なんだ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 これ。
あるね。あるね。シンプルむずいタイプだね。ここ。はい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 。いや、いい。この土管探すのいいね。結構。2ステージ目ぐらいのやつがめっちゃ難かったんだけど、あれ完全に見えなかった。ここゴールなんだ。ゴールなんだ。ゴールもわかんない。いや、いい。面白かった、面白かった。すごいいいコースでございました。ありがとうございました。はいはい。続きまして、こちらのコースやっていきたいんですが、クリア率低い。サムネキモーい。一発、そのピンクを譲ってください。なんだそれ。なんだそのピンクを譲ってくださいで。どういうコースだ。全然イメージがわからないぞ。なんだ、ピンク。なんだ、なんだ、ピンク、ピ、え、何？あー、あれを取れってこと？え？わ、なんかギリギリまで行けば取れるみたいな。取れないね。取れないね。どうすんだろう、どうすんだろう、これ。他のとこにあんじゃねえか、実は。おい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 。この暗いとこに、ないな。いや、でもここに乗って、そこで行って、すあー、え、速攻で取って帰るって合ってんのか、やり方。これ乗るじゃん？下に、取って。間に合わないよな、これ間に合わないよな、間に合うのか、これ。わった。頭をガン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 でぶつけた状態だと、実は当たらないみたいな。この鬼連打の状態だと当たらないから、この状態で取る。わかった。どっかに隠しブロックがあるはずだ。ちょっと全部隠しブロックを探してくるぜ。いや、なかった、なかった。え、これマジで実力で取るしかねえってこと。これ、いける？どういうこと？タイミング見るのか？上に行ったとき、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 ほい！ワイヤー！どうやら隙間を見つけるしかないらしいんで、俺の先見の目を使って、タイミングを盗んでいこう。え、確実な悪タイミングあるんだよ。ここ！お、危ねえ。ここ！うわ、取れた、取れた、うん、隙を伺った、確実になんか隙ができたからそこをついてやったぜ。ああ、完全に意識してなかったね。不意をつかれちまったぜ。いいね。最後このコースやっていくんですが、見て、めっちゃだるそう。めっちゃだるそうだけど、簡単なコースばっかやったらなんかもう怒られそうなんで、こちらやっていきたいと思います。ワンワンの楽園嫌だな。ワンワンの楽園嫌だな。俺にとっては地獄でしかない。ワンワンにとっては楽園かもしれない。うわぁ、地獄。ぐわ、むずいよ、これ。コースは短い。案外。案外短いが、隙があるはず。あいつが出た瞬間。行く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 。ほい。ほい。なんかいけてる？なんかいけてる？なんかいけて、惜しい！惜しい！惜しいぞ！え？これ簡単なんじゃないか、実は。あいつが出てから、ここ、ここ、ここ。はい、はい。え？これは俺悪くねえ。天才なのかもしれん。